その時に激切れしたぐらい。そうだね、そうだね。ある？そういうなんかこう、なんか自分チーコこそ怒らないじゃない。喜怒哀楽の変化がね、激しい時って。使ってと、だから自分が悪いのかなって思っちゃうタイプ。いいのよ、そんな自己、なんかでもだからこそ愛せるかも、なんか。いやもう毎回話したけど、私はもう昔あのこの人のツイートを見て、うん、そう、それでもうふわってなる。なんか何かね、うん、怒れないかも、あんまり。どのツイート？あの職場でね、あの昔ゴキブリ、ああ、そうね、いじめられてるわけね。ゴキブリって言われてますみたいなさ。ふざけんじゃねえよみたいなさ、そういうのとか。今殴り込みに行こうか、3人で。これここで怖い怖い。行こうよ。もうやってないよ。ゴキブリみたいな3人で行こう。潰れた？そのゴキブリみたいな私たちでね。そう。そう。ゴキブリが来てやったよ。そうだよ。見てみなとか言ってさ。そう。だそれ見たときに、なんか、あ、そういうの見ると、なんか、こう。カチンとしちゃ う, うん。でもやめてよかったよね、あなたね。やめてよかったよ、そんなやつは。冗談じゃないわ。あでやかになって。成虫になりました。成虫？成虫、成虫。ゴキブリはもう成虫よ。そう、うん。そんなさ、ね、逆に今、私いじめられてるもんだって。なんで？ちゃんと唾かけられたりとかね。顔黒いですよ、とか汚いですよ、とか。汚いとか言ってない。黒いは言ってない。でも汚いからしょうがないなと思ってたけど。そうそうそう。ないか、あんまないか、そういう。ないですね。ね、これなかなかね、行こうよ、その経験に3人で助走してさ、そう、もう多分当時のスタッフはいないと思う。あ、そうなんだ。結構みんな転職とかしちゃうから、そう、ね、劣悪な環境だったのね。大変でしたね。いや、よかったよね、助走になってね、花開いて、花開いてね。だからやっぱケーキ屋だった時はゲイとしては悶絶してた。悶々とね、悶々としたんだ。悶絶って悶絶は違う。悶絶って違くない？悶絶ってハマった。へえ。今こうやってね、お友達が増えて。私だってびっくりしたもん、イベントで、うん、すっぴんのあなたが笑顔で遊んでる時、うん、すごいのがいると思ってたもん。え、それなる前ってこと？ちょっとなる前でも気づいたら、なんか次はもうイベントに塗ってきてて、うんうんうん、結構初期型チーコって知ってる？初期型チーコが、あ、塗る前にお会いしてるのよ、飲み屋で。ああ、で、ホーベルチーコですって言われて、あ、もう行ってて、そうそうそう。で、その後にメイクしていろんな出現し始めるんだけど、あ、そうなんだ。眉毛がなんかエアーズロックみたいなの、エアーズ、オーストラリアの台形、台形みたいなのがここにドンドンってあって、ね、とんでもねえのが現れたって、もう話題になってたよね。ふと前に憧れてたんで。太すぎ、限度があるでしょ、ね、エアーズロックって太眉の限度じゃないと思うやつし。すごい、眉毛って概念じゃなかったよ、あんたのあの時のやつ。いや、自前を生かしてなんか潰すとか発想がなかったから。写真見せてよ今度。あ、じゃあ今度、今度見せてよ。私のショーで感動した最初泉さんでしょ、それで。私、うんうん、私は別にいいんだよ、ステージに上げてもらって。あ、そうだっけ、あ、でも上げた気がする。で、直接言いました、ありがとうございますとか。あ、うん、ありがとうって。私、あ、持ってるよ。何を？ホーベル、チーコのエアーズロック。本当？見せて。どういうつもりなの？これ、あの、ちょっと、そんなに太いんだ。でも、ちょっとエアーズロック脱してるかもね。もうこれ、そんなエアーズロックじゃなかったよね。すごくない？すごいんだから、ちょっと待って。あ、いいじゃん。私なんかこれよく見るとさ、口の周りになんかポツポツ黒いのがあるからさ、これそう、インスタライブなんだけど、私がコメントでね、口周りが黒いのは炭鉱で働いてきたんですかって。これは立派ないじめじゃないかな。私よくないよね、これね。いやいや、でも当時は、でも気になっちゃったんでしょ。気になっちゃう、もう何なのこの人って。こんなに香ばしい人いない。なんかまあ、よく言われるけど、最近の人でもさ、もう化粧出来上がった状態で、ね、もうなんか完成形でデビューされるじゃない。こんなに未完成なことあるって思って。でもさ、やっぱりね、泉ちゃんよく分かると思うけど、未完成香ばしい人って、長く続かない？ね。ね。そう。大輪の花咲くんだよね。咲くんだよね。そう。分かる。最近みんな綺麗だもんね。そう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 。初っ端からね。そう。だから続かないかもね。いろんな方法で。だから今、そうよ、トゲ打ちすぎよ。
もういいかなと思ったら死ぬだけだし、全然全然いい、うん、いいよいいよいいよ、誰のことじゃないからね、そうね、そう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 、名指しじゃないから、そうよ、私たちじゃないから別に、すごいよね、いますよって感じで、これ何年前だっけ、コロナ中だから3、4年前え、そうなの、そうだよ、うん、デビュー前じゃなくて3、4年前。もうデビューしてからもしばらくエアーズロックだったのか、この人。一回そっち挟んでるんだ。そう。エアーズロック。エアーズロック。そう。デビュー前はそもそも眉をやってないと思う。あ、そう。眉をやるって発想が。裸の眉で来てたの。裸の眉だし、なんつけまつげもしてないし、アイラインもしてなくて、うん、あのチークと口紅とマスカラでなんとかなってるだろうって。ああ、だからいいんだよね、それ。いいよね、この思い込み大事。で、TRP で初めてね、墨汁みたいなアイライン引いて失敗してガッタガタなのに、でも行かなきゃって思って行って、それでも堂々と頑張って、そうね、いやでもさ、だってさ、習わないじゃない、そう、習わないでやるでしょ、私たち、そう、だからそんなひどいに決まってんじゃんねと思ってね、でも私も相当だった、歴代のみんなそうだったみたいよ、昔の、だから今みたいに YouTube とかないから、なんか普通さ、まあリキッドだり何なり塗ってから粉ではたくじゃない、固め、それとかしないでなんか、まあパーってくるんだけど、もうイベント始まって何分かしたらドロ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 みたいな、そういう人とかもいたんだって、いや、いっぱいいたよね、だって私だってもう最初ひどかったんで、今もひどいけど、なんで今そう私の目見てそう言い直したの、私そんなこと思ってないわよひどいけど、そう、なんかもうほら鬼滅の鬼みたいになってたからさ、もうメイクが、そうそうね、分かんないもん、誰も教えてくんないし、そんな最初の枝豆純子さんびっくりしたかもしれない、そういえば、いやでも私はやっぱり一番よ、あの泉のその、 あの名言がやっぱりね、もう胸に刺さって、うん、もう本当に何だろう、女装しててよかったなって一番こうしっくりくる言葉がやっぱり、うん、あった、純子さん遠くで見たら綺麗だもんってでも本当そうじゃない、そう、ステージ立ってるとうわー綺麗素敵って思うんだけど、やっぱり近くに行くとおーって時あるじゃない、なんかおー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 っていうね、もうね、それを聞いた時にね、うん、もう一番もう素晴らしい言葉くれたなって思ってね、なんか私は遠くでワクワクするよ、お姉ちゃんやっぱステージだったら美しいもん、ワクワクするのよ、そう、シルエットだけで間が持つからね、お姉ちゃん、そうなの、ね、うん、シルエットだけで間が持っちゃう、そう、顔映ってねえじゃねえか顔映ってねえのかよっていや、もちろん顔出ても綺麗なんだけど、バックライトがいいね、バックライトが私は一番似合うから、ね、なんかこうスターンって立ってる時にうわーってやっぱあんだけね、こう感銘を受ける、うんうん、なかなかできない、うん、オーラがね、嬉しいよねと思っちゃう、だからその言葉はね、うん、すごい遠くでね、結構皆さん二人ともステージでこう化けるタイプじゃないですか、憑依型だもん、うん、泉は憑依型、楽しんじゃうからね、どっちかっていうとね、そうそうそう、楽しいって感じに持ってかれちゃうから、この前だすごいなと思うよ、一緒に仕事した時に、うん、なんか好きな曲入った瞬間にあーってすごい手上げてて、知念里奈のね、プレシャスデリシャスが流れたので、急にもうステージにいるじゃん、そう、そう、本当にもう迷惑だと今だと思うんだけど、キャ、うん、ーって言っちゃった、そんなね、本当にでわパッて見たらチーコちゃんがクッてなってて、ごめんと思ったけど、もうプレシャスデリシャスと思って行っちゃったよね、いやすごいよね、とかその反応がさ、うんうん、素晴らしいと思うよ、ごめんね、あの時はね、なんかもうちょっと、あと何のショーやってもそこに転がってくじゃん、うん、だからそこがすごいなと思う、本当になかなか憑依型いないから、絵が見えるから、うん、少ないよね、憑依型って、うん、意外とシャクさんとかも憑依型じゃん、レイコはね、ねえ、あれやばいよね、シャドウが好き、わかる、アゴだから、あれね。で、なんか、アドさん、そう、アドさんやるときにアゴですって言ってんだけど、あの人。なんか、見えないじゃん、ご本人が。うん、だから、なんか適当にメイクしてんだけど、なんかやったんだ、見たことない。もう今、最近の名作よね、うん、あ、そうなんだ。映像も作っちゃう。見たい。だから、顔とか格好はいつもレイコなんだよね。だけど、アゴなんだよ。見たいわ、あ、そう、まだ未経験、見てな、未経験、ミニモニも結構いい感じ、あ、ミニモニ私見たことないかも、レイコのじゃんけんぴょんやってますよ、あ、そう、私あの赤組フォーを見たことあるよ、ダニエルだけ一人でやってた、なんか
MC ずっと英語で喋るのよ。ショー終わってさ、MC タイムで呼び込まれるじゃない。で、その時にずっと、まだダニエルが残ってるから、ずっと英語で喋り続けるの。Hello everyone! みたいな感じで。もう良くないとこっちは思ってたけど、喋りづらいし、英語で喋られても。あ、好き好き、あの人洋楽大好きだから。マイケル・シャクソン。マイケル・シャクソン、あとスパイス・ガールズ。あれもある。そう。尺原ともみだっけ？尺原ともみ。あ、カットボチャはね、もっと尺原ともみって言ってるかも。うん、あ、もじってないかもしれない。あ、もじってないんだ。うん、そうなんだ。面白いよね。仕方がもじってるね。ちょっとね、レイコーって、私は人間国宝っていうかさ、無形文化財みたいな、そういうものと思ってるけど。無形文化財あれは、本当に。なかなかね、なんか本人はあんまりメジャーじゃない私はって言ってるんだけど。ぜひ見ていただきたいね。ね、知らない人に知ってほしい方よね、桜田淳子さんって知ってほしい、あんなに面白いのもないわ。もう桜田淳子とか最高だからさ、すごいよ、びっくりしちゃうけど。あと女装紅白の早見優もすごかった。なんかこうなんていうの、フリンジの衣装を着てるんだけど、うん、ジャンプするショーなの。ージャンプしたらこのフリンジが唇にこうくっついちゃって、ずっとずっとでもなかなかそのあのなんていうの、出発地点が見つかんないらしくて、ずっとこうやってやってで膝痛めてるからってパンストからさ、このなんかあのサロンパスがちょっと、ね、覗いたりとかしててこんなに面白いことあるってやってた。やったでしょ、ジャンプしたでしょ、あれ7回8回ジャンプしなきゃいけないんだって。1回目からこうくっついちゃってずっとこうやってでもくっついたら分かるね。そう、そういうことだ ね濡れたブロスとかだとさ、グリーンジとか髪の毛つくじゃん。分かんないんだよね、あれどこがね、どこだっけ、どこだっけ、出るんだけどどこなんだろうっていう、どこなんだろうっていうのが煩わしいの。鏡見れば分かんだけど、なんか分かんない、もうショータイム中だからさ、こうそう、あれはやらないと分かんないよね、あの気持ちね。目の前にあんちゃんと思ってもさ、全然できないもん、たどり着けない、分かんないのよ。面白い、やだ。そうそう、あんたあれじゃない、仕事じゃない、あんたたち。そんな時間、仕事じゃない、ちゃんと仕事しないとさ、ね、家賃払う、冷房止まんだから、よくここお姉ちゃんが払ってないからでしょ。いや、私払ってるよ、ちゃんと。嘘だ、明細貸してよ。え、そう、払ったの。いや、払ってるから、頑張ってよ。ピリってやつ、あのコンビニで切ってもらえる、払った証明書見せてよ。じゃあ、送るね、あと LINE で画像ね、捏造できるでしょ、その。できるわよそれぐらい何の証拠もならないわ。あんたたちもすごい電気ばっか使ってたもん。だから暑いもんね。暑いし、うん、お痩せなさい私でしょうかチーコはいや、私はもうほら更年期だからさ、結構、うん、ホットフラッシュがねすごいけど。そう、とりあえず払った証明書だけ持ってきてね、今度。そうね、うんうん、そうね、じゃねえよウヤムヤにすんじゃないよあー、お姉ちゃんも寝よっかな、そろそろ。おやすみ、ね、お姉ちゃん、そろそろ寝よっか。もう泉兄ちゃん仕事行こうか。そうよ、そうよ、あんた仕事行ってきなさいよ。ヤクルト配んないけど、ヤクルト配ろう。いってらっしゃいね、うん、はい、どうしよう、ぬるぬるさせて。行ってきなさい、もういいわよ、なんでもそんなもん立ててきてよ、じゃあね。はい、行ってきます。はい、行ってらっしゃい。もしもし、何、あ、久しぶり。何、どうしたの。あら、ちょっと久しぶりじゃない、ちょっと向かいの八百屋の純姉ちゃん。全然わかんない、こんなかわいい。